ウーローラのお時間になりました。本日のテーマはモチベーションが全く上がらない時の対処法ということで、いやーね、猫いたんですけど、保護猫がいたんですけどいなくなりまして、ポカーンとね、ポカーンとしちゃってニヤニヤ言ってたのに、あ寂しいなとかね、今入院してるんですけど大丈夫かなとか、目が開くかなとかね、まあ、目がちょっと白くなっちゃったんですけど、まあ、元に戻るかなとかね、いや、いろんなことを考えるし、いろんなことを思うわけですよね。で、なんか今までちょっと前までいなかった、1週間か保護して1週間ぐらい一緒にいたか、そう、でもまあいなくなっちゃったんでね、まあ、仕事はやろうと思えばできるんですけど、今日はね、なんかモチベーション全然上がんなくて、なんかだるいというか脱力感というかね、まあまあそういう時って、まあ、僕の場合はまあこういう状況で今ちょっとモチベーションが上がらないっていう状態だったんですけれども、まあ実際、まあ、収録もしてるしブログも書いてるしっていうところで、まあ、なんでこういうことがモチベーション下がってるのになんで行動できるのかっていうところなんですけども、まあ、それはね、単純にやっちゃうことなんですよね。やっちゃうことなんです。まあ、ほとんどの人がモチベーションが上がらないからやらないっていう選択をするじゃないですか。意思決定の、その意思決定する時のその決定のそのところが、モチベーションが今日は上がらないからやらないという意思決定をしてしまう。つまり、なんかモチベーションがないからできないというようなそのイコール公式があるんですよね。やる気が出ないからやらない、やる気がないからできない、やれないとかね、モチベーションが上がらないからできないとかね、まあそこにはある一定の事実は入ってると思います。ある一定の事実はね、それはやる気がない時にやる気を出してやるっていうのは難しいですよね。どうですか、やる気がないのにやる気を出すっていう、いや、やる気がないのにやる気出るんだったらやる気出んじゃねえかみたいなね、よくわかんないですけど、だからまあ大体みんなそういう公式なんですよ。で、僕が意識していることですね。これ意識している。まあ、もはや、まあ、最初はマインドなんですけどね。最初はその公式を書き換えて、まあ、マインドを書き換えて、で、潜在意識まですり込んで、まあ、今、意識的にこうできるようになってるんですけども、まあ、どういう意識が働くのかっていうと、まあ、意識なのか考え方なのか、まあ、どっちもいいですけど、要は、その、やりながら上げていくっていうことですね。やりながら上げていくっていう。だからモチベーションが下がってます、なかなか動けません、だけどもそれでもやっていく、でやってエンジンを温めていく、でそのうちにどん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 やる気だったりモチベーションが上がってくるっていう、でこれがまあよく、まあ今はねまだ暑いんですけど、昔小学校の時とか冬ね、冬クソ寒い時にね、なんかマラソンとかありませんでした、体育の時間クソ寒いみたいなね、あんなモチベーション上がんないじゃないですか、クソ寒いよみたいなね、短パン T シャツでね、なんか校庭走るとかね、しかもね、辛いじゃないですか。いや、最初って全然モチベーション上がんないですよね。だけどちょっと走ってくると、さっきまで寒かったんだけど、だんだん温まってくるじゃないですか。で、温まってくるとなんかちょっとやる気になってくるというか、ちょっと走るモードになってくるみたいな。でも全く最初はね、まあ、もちろんその嫌いな、まあ、マラソン大嫌いっていう人はね、走りながら嫌い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 って思ってるかもしれないですけど、まあでも一番最初のその寒いな、だりいな、走りたくないなっていう時よりかは、体がそもそも温まってるし、なんだろうな、こう走るモードみたいになってるんですよね。だから最初に比べるとそのモードに入ってるみたいな話ですよね、体を動かすことによって。だから僕はそのモチベーションが下がったとしても、まずスタートを切るっていうことをよくやりますね。で、スタートしながらこうガーってやるってことですね。で、これまあ裏話しちゃうと、まあ最初はね、そのモチベーション上がってないんですよ。そう、上がってないんですけども、これ言わない方がいいかな、まあ一回言っちゃってまあ言っちゃいましょうか。実は、今日ですか、今日、9月15日ですよね。9月15日、そのモチベーションが上がらない時の対処方法っていう、そのブログ、まあブログ書きたくねえな、つって、ブログ書いた後もこれ収録、ブロラっていう収録もしないといけないし、まあ今日ちょっと書きたくねえなと思ってね、思ってたんですけど、まあ書いたんですよね。うん。で、まあ僕、この後ちょっと予定結構入ってるんですよ。うん。で、
あ、予定入ってるからちょっと終わらせないといけないなっつって、結局最初モチベーション全然上がってないしやりたくねえなと思ってたんですけど、結果的に今日の記事でしょ、今日の記事、もうブログの記事書いちゃったんですけど、今日でしょ、明日、明後日、しあさって、だから1、2、3、4、5、5記事もう連続で書いちゃいましたね。そう、モチベーションが全然上がんなくて、今日の記事もね、どうしようかな、めんどくせえなと思ってたんだけど、もう今、すみません、収録してる時点で、5記事書いてます。で、予約投稿を済みました。で、あとはこれからまたブロラの収録をしてって、まあ、収録したら予約投稿していくんですけど、だから最初は1記事書くのもしんどかったわけですよ。しんどいなって。でもやりながらエンジンがこう かかってきて、で気づいたらもう5個終わってるって話ですね。だからその、なんだろうな、一番しんどいのって、その勉強する時もそうだと思うんですけど、勉強する前がしんどいと思うんですよ。なんかその夏休みの自由研究とかも、なんだろうな、やる前超めんどくせえみたいなね。超めんどくさいみたいな。でもなんか始めてみると、なんかちょっとなんか、もうちょっとこうした方がいいんじゃねとか、あ、これこうやった方がいいんじゃないかとか、なんか思考が動き出したりとか、なんか意識、なんかそのエンジンが動き出してね、ちょっとなんかその、最初は全然自由研究やりたくなかったんだけど、なんかやってると、なんか研究してるみたいなね。ああでもない、こうでもないってやり出すみたいなね。まあそういうことってあると思うんですよ。まあ、全員に当てはまるかどうかは分からないですけども、でも僕はまあやってることはそういうことやってますね。上がらない時こそスタートさせてしまうってことですね。でエンジンをもう強制的にかけて、そのなんだ、アイドリングしてエンジン温めるっていう、まあブログにも書きましたけど、 F1 とかもね、まあ F1 とかそのレースとかもそうなんですけども、まあそもそもそのアイドリングせずにいきなりレブまで回してね、赤レッドゾーンまで回してバーンってやったら車ぶっ壊れますからね。だから F1 とかも1周2周とかまずその、ま、あのエンジン温めたりとかタイヤ温めてから多分スタートなんですよ。そういうのが、レース入る前に、まずその、なんだろうな、そういう時間があるんですよね。まあ F1 に限らず、そういう車のレースとか、多分、その、全部あると思うんですよ。なぜならば、エンジン温めずに、いきなり全開まで回したら、もう壊れちゃうからね。だから人間もそうで、そもそも最初からいきなりレッドゾーンに回せる人ってあんまいないんで。そう、特にですよ。そのやる気がある状態の時はもう、やる気があります。モチベーションが上がってるっていう時はもう、なんだろうな、温まってるわけですよ。温まってるからそこからゴーはしやすいけど、モチベーションが下がってる時ってエンジンもうかかってない状態なんですよね。だからまずはエンジンかけないといけないですよね。やる気がある時とかモチベーションがある時はエンジンもうかかってますよって話で。車で言うならばね、やる気があるとき、モチベーションが上がってるときはもうエンジンかかってますよと。でもやる気がない、モチベーションが下がってるときはエンジンストップなんですよ。エンジンが冷えてるんですよ。エンジンが冷えてるんですよ。だから一回エンジンをかけるってことですね。スタートさせてしまうっていう。これがすごい大事ですね。だから特にそのネットビジネスとかは、文章を書くか、動画を撮影するか、まあ大きく分けるとそうじゃないですか。まあ文章もスライドショーを作るとかね、プレゼン資料を作るとか、でプレゼン資料を作ったらそれを動画にするのか、もしくはまあそれが PDF なのかっていう、まあ、大体コンテンツビジネスなんかも文章を書くか、その、なんかそれ収録するかっていうね、もうそれだけですよ、ほとんど。もう具体的にトゥードゥでやること、あとセールスレター書くとかね。特にまあセールスレター書くときとかは超重いですけどね、ふわーみたいなね。でも書き始めると書けるんですよ。そう、でも書き始めないとずっと書けないですよね。その勉強し始めないとずっと勉強しないっていうか、だからここ結構大事ですね。まずは強制的にエンジンをかけてしまうっていうことですね。でちょっとでもいいからこう進めていくってことです。で進めながらエンジンを温めていく、そして進めながらモチベーションを上げていく、進めながらやる気を出していくっていうことが僕大事だなと思いますね。だからできるんですよ。そういう考え方というかそういう意識があるんで、僕はどんな状況でも一応行動することはできるんですけど、まあ多くの人は多分、先ほど言った通りやる気が出ないからできないんですっていうような公式、そういう意識だったりとかそういう感じなんで、多分ずっとできないんでしょうね。まあこの本当考え方とか意識を持つとめちゃくちゃいいですよ。だってどんな状況でもやれるので。はい、ということで、モチベーションが上がらなくてできませんとか、
やる気がないからできませんっていう方はね、ぜひブログにアクセスしていただいて見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい、それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。